上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に。幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。思い出す秋の日。一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に。悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。2020年5月の25日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。さて、今日もね、 YouTube ライブ行きましょうね。なんとかね、よかった。まだ10時半前か。よかった、よかった。行きましょうね。今日は揚げ物やろうかな、揚げ物。ちくわの天ぷらやってみようかな、今日はね。今日もか、冷蔵庫のちくわがあってね、まだだいぶね、賞味期限が過ぎてたんでね。じゃあそれをあげよう。今日買い物しなかった、やっぱり冷蔵庫あったからな。今日冷蔵庫にあったちくわで、60円ぐらいで買ったちくわがあったんだからね。それをあげよう、油で揚げて。安いよね、ちくわ安くてさ。本当安いもんな、聞こえる。活字構成の学問。じゃあ今日もやりましょう、YouTube ライブ。2020年5月25日、月曜日。これ以上何を失えば心は許されるの。どれほどの痛みならばもう一度君に会える。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ。食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。ワンモアチャンス。記憶に足を取られて。ワンモアチャンス。次の場所を選べない。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。向かいのホーム、路地裏の窓。こんなとこにいるはずもないのに。願いがもし叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない。すべてかけて抱きしめてみせるよ。寂しさ紛らすだけなら、誰でもいいはずなのに。星が起きそうな夜だから、自分を偽れない。One more time。 季節よ移ろわないで。One more time。 ふざけ合った時間よ。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。
新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も、夏の思い出が回る。不意に消えた鼓動、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。明け方の街、桜木町で、こんなとこに来るはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない。すべてかけて抱きしめてみせるよ。いつでも探しているよ。どっかに君のかけらを。旅先の店、新聞の隅、こんなとこにあるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も、いつでも探してしまう。どっかに君の笑顔を。急行巻きの踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに、猪木が繰り返すならば、何度も君のもとへ。欲しいものなどもう何もない。君の他に大切なものなど。はい、こんばんは。今夜はね、ワンモアタイムワンモアチャンスを歌いました。2020年5月の25日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。どうもブルコさん、どうもね、あ、クロゴロさん、どうもね、トブリグさん、どうも、エイキさん、どうもね、モヨさん、どうもね、コタさん、どうもね、キョメ沼さん、どうもね、こんばんはね。はい、もずっこさん、どうもね。はい、今日はね、ワンモアタイムワンモアチャンスね、山崎おさよしさんですね。はい、さてさて、今日のお夜食言うかな。今日はね、ワンモア、今日はね、ワンモアタイムワンモアチャンスを歌いました。さて、今日は揚げ物、こんにちは。そうよ、月とチャベチですね。そう、ワンモアタイムワンモアチャンス。じゃあちょっと今日は揚げ物あげてこようかな。しまって揚げ物、ちょっと油あったまんないからね。さ、シューマイ食っておくか。シューマイ、今日はこれ、今日が買っといたぞ。これシューマイ、揚げ物とシューマイだ。今日はこれセブンアンダーのこのシューマイ行こうかな。こんにちは。シューマイ、これはシューマイはね、電子レンジに行こうか。シューマイは3分ぐらいこのまま入れてもどうかな。このままいけるかな。シューマイ、シューマイは電子レンジ入れた。今日はね、何飲もうか、今日はね、あれ飲もうか。今夜ホッピー行こうかな、ホッピー、ホッピー。ホッピー行こう、ホッピー。今夜ホッピー飲もう。はい、はい。黒ホッピーだ。黒ホッピー。
飲もうか、まず一杯飲もうか。どこちゃうね。もやさんどうもね。どうせだよどうもね、こちらね。まずです。うん。じゃあ、ホッピーだ。このホッピーで。で、これ2回分ぐらいですね。そうね、うん。まあ、どうせでも。こんなもん、半分ぐらいですね。今行こうか。じゃあ、黒ホッピーで、こんにちは。こんにちは、何聞く？そうね。よし、飲もうか。じゃあ、このホッピー、焼酎のホッピー割りで。はい、乾杯。ぴったり、お、シューマイ温まったか？セブンワンダイエットジューシーなシューマイ。じゃあこちらでこちらでつまみながら、じゃあこちらで、いいねこれね、シューマイとホッピーだけでもいいけどね、うん、今日はこんな感じで。おお、シューマイが好きだね僕はね、うん、シューマイが好きなのよね。これ何もつけないでこのままいきます。はい、いただきます。うわ、うまそう。こんにちは、ミルキーさんどうもね。今夜シューマイでセブンアンダーのこのシューマイ、うん、うまい、うん、うん、うまい。どうもね、お互いにお疲れ様。ホッピー、黒ホッピーで、焼酎のホッピー割りね。うん。うまい。あ、バツンさんどうもね。じゃあね、シューマイと黒焼酎のホッピー割り。黒ホッピーで焼酎はいつものこの安いですね。あ、うまいね、シューマイ大好きで。手頃で、まあ何でも好きなんだけど、嫌いなもんねえからね、僕はな。うん、少なくてもうめえよ、おいしいよ、うん、つけてもいいけどね、つけなくてもうまいんだよ。あ、今日初見さんどうもね。こんにちは、ケンボーイさんどうもね。じゃあシューマイと焼酎のホッピー割り、ちょっと揚げ物してくるね、ちょっとでも。まあ、油ってもった。
今日はあとね、ちくわをあげた。じゃあシューマイとちくわをあげました。ちょっとこ衣つけて、ちくわの天ぷら、天ぷらっていうかな、衣つけてね、うん、唐揚げ風一袋に、安いね、一袋60円ぐらいで売ってたやつ。ちくわの揚げ玉とシューマイとホッピー、こんな感じで。どうもこんにちは。こんにちはね、リュウさん、どうも。ロンさんかな、どうも。じゃあ、ちくわの揚げ玉と、もずくさん、どうも。無視してないよ、うん。まだ何もつけないで、うん、うん、モズクックさん、どうも。無視しないよ、大丈夫よ、うん、うん、ホッピー、うん、うん、何もつけなくてもいいな。僕もちくわだからさ、塩味ついてるもんな、これな、うん、何もつけなくてもいいな。練り物はさ、だいたいね、塩味ついてるからね。ちくわの揚げたやつ、はい、これ一袋60円ぐらいだったやつ。一袋全部半分切って、うん、うん、簡単だもん、こんなちくわ揚げたの。ただ半分切って衣をつけてあげただけだからね。本当はさ、凍った人はさ、星野さんみたいに青のりとかさ、入れんだろうけど、そういうのないから。うん。もう。はあ。もう、もう。でも、シミッチョさん、でもね、で、今日ホッピー、あ、焼き物はね、塩味ついてるから何もつけなくてもうまいよね。生魚とかはさ、やっぱ天つゆとかなんか塩とか振った入れて食べるときね。でもこれは焼き物はもともと味ついてるからさ、よく食えるね、このままね。そう、あれ、青さね、青さね、青のり入れたら磯辺揚げなんだよね。前川さんだってもう昨日、土曜日とかやってっからね、だから日土曜の夜、日曜の夜、もう2、3日経ってますんで、とかやってね。まあ、まあ、まあ。これ聞く、これ前から家にあったの、このシューマイも。ちくわ前に家にあったやつ。今日は買い物してない。あと冷蔵庫の中にはカニ風味のかまぼこあるんだよ。あれも開けてみようかな、今度ね。カニかまがあって。冷蔵庫の中にはね、玉ねぎとゆでうどんがあるんだ、今。うん、うまっ。うん。4ヶ月ぶりよ。大体年3回かな、大体ここのとこ。理想はね、年2回だけど、やっぱ2回は無理だね、生えてきちゃうから、大体年3回。今度行くといて、だからね、4ヶ月とかだからね。夏過ぎたあたりか、じゃあ、10月ぐらい行って、ね。うん、そんな感じ。で、年明けに1回ね。うん。そんな感じなんだ、大体。大体年3回だな、僕は。理想は年に1回は難しいね。伸びるの早いからさ。3回ぐらいになっちゃうね。年2回だとかじゃ少し安いんだけど。2回は無理だよ、やっぱりな。そう、先によ。うん。48歳よ、48。48歳。スマップの中居くんと同い年でしょ。
どうもね。小坂で、そこ小坂君ね、昨日やってたな、面白かった。今日はホッピー割りです。あ、うまいな。何もない。ダルちゃん、言ったよ、どう、このダルちゃん、ね、ナナちゃんか、ナナちゃん。ダルちゃんはあれだ。今の天皇陛下だよね。ナナちゃんね、ナナちゃん、どうも。そう、ナナちゃん、そうよ。今の陛下、幼い頃はナナちゃんでしょ、ね、今の、ね、陛下はね。あ、今後、違うようね。やっぱすごいね。昨日、小崎の聞いたらさ、やっぱスポンサー、ライオンで入ってたね。あ、ちょっとな、ギター感じるね、やっぱりね。深夜時だったからライオンなんかなかったもんな。もうずっと、ほんとずっと、小学校の高学年からずっと聞いてたからね、小崎ね。10歳、11歳ぐらいからずっと聞いてた、小崎。まあ、時間帯は変わるけどね。ずっと聞いて、聞かなくなったのが、タガさんの配信を聞くようになって。ずっと小崎、面白かったな、やっぱな。バックで喋ってる、あれ、小崎金の2人以外喋ってるのが、ね、鶴間さんという放送作家ね、あれね。うれ、ん、しいな、なんやかんやで小崎金やってんだね、あれ。今年は、なんだ、4月ぐらいだっけ、2月かな、2月だったかな、2月。横浜でさ、ラジオスポットだったけどさ、ね、僕は仕事で行けなかったんだよな、あれ。さあご機嫌、最初はそうよっていう、っていうか一番最初ご機嫌ようだっけ、いただき時だっけ、いただきますだっけ、タイトルは最初小坂の番組、最初はさ小坂さんの 番組がさ、あれ笑っていてもどんだけあるたからやってたんだよね、生放送でね、最初ね、うん、生放送でいただきますだか、ごきげんよう。うん、いただきますだか、最初は。いただきますって言ってたけど、生放送でさ、笑っていても終わったの、生のね、お汁の生、笑っていても終わった後、同じく生放送で、その後、30分の小坂さんの番組だったんだね。それはちょっといろいろ改変があって、まあ、小坂さんが変わらなくて、タイトルがごきげんようになって、スタジオ収録のゲストトークになったんだ、あれね。そういう最初はあの、アルタだったんだよね。いただきますの頃はね。いただきますっていうやつ。おばさんが3人出てさ、出てるやつだ、あれ。あ、AB ブラザーズなんかあれがデビューじゃん。いただきますって。そうだと思うよ。確か。AB ブラザーズ。もう知らないかな。若い人は死んだと思うね。AB ブラザーズ。僕、あれでいただきます、あの、いただきますって言ったんだ、僕。ね。中山秀之君ですね。AB ブラザーズ。あれ、いただきますよ、僕は知ったんだ。あれで。あれ出てたんだよ、最初ね。AB ブラザーズ。あれ、なんか、どっか自然勝負しちゃったみたいね、AB ブラザーズ。あ、こんばんは。うん、小坂屋さんはもう、小坂にずっと来てたからね、その辺はわかるよ、あれ。いただきます。ね、アルタでね、やってたんだ。今もう、あるじゃないもんね、今はね。あの子は笑っていいと思ういただきますとね、続けて、あそこのアルタのスタジオやってたんだね、生放送でね。ある。僕もあるね。あの頃はペンネーム使ったけどね、僕も高校の頃があるな。少ないけどね、多少あるね。うん。覚えたかな？ネタとしては。
おっぱい山とかっていうネタで覚えたか、おっぱい山っていうの。まあ、いっぱい、似たようなのいっぱいあるけどね。うん。僕が読まれたのは、おっぱい山ってやつで読まれたな。思い出だな。おっぱい山。ああ、懐かしい。僕、あれで読まれたんだよな、先でな。もう、30年くらい前かな、あれ。おっぱい山ね。今、あの頃が、そうね。お酒大好きで。今も好きよ。もう終わっちゃったけどね。ただ昨日の8時からの1時間の楽しく聞いた。アニメないよ、あれ、小崎は。ラジオ番組。ずっと小崎になる。だから日本放送して知らない僕、ずっと TBS なんで。ずっと TBS だからな、たまらない。でも、最初知ったのなんだろうな、キングルスショーかな、あれ。キングルスショーとかやってて。小学校の高学年か。時間は変わるけど、小崎をずっとやってね。最後はさ、土曜の深夜だっけ。ね。終わったんだよな。僕も土曜、最後は知らない僕。最後の方は僕、土曜の深夜もタカさんとかぶったんで、タカさんの踊って聞かなかったからな。聞かせじゃないよ、チョメさん。どうもね。聞かせはしないで大丈夫よ。松野さん、そう、松野さんね。その中山くんと松野さんね、2人でやってたんだ、あれ。あれ、僕は AB ブラザーを知ったの、いただきますね。あれ、出てたんだ、最初ね。笑っていいともいいとも青年隊みたいな感じでさ、ね、いただきます始まって、ちょっと経ってから出てたんだよね。笑っていいともはさ、いいとも青年隊っていいんじゃん、若い男の子3人でさ、そんな感じでさ。いただきます始まって少し経ってさ、AB ブラザーズが出てきたんだよ、あれ。ね、松野って中山っていうので、今どうか消えちゃったね、あれね。飛んで、小崎も大好きよ。あかんぱ。おっぱい好きですよ、おっぱい。女大好き。お年頃の女の子のおっぱい大好きよ。エビーブラザーズね、懐かしいな。いただきますね。いただきますは生放送ね、あれ、あるさから。あれが、小堺さんはそのままで、ライオンも提供そのままで、番組がご機嫌ようになって、スタジオ収録になったんだよ、あれ。今はどうなの？今わかんないけどな、見る気がないけど。やってんのかな、今。ご機嫌よう。萩川くんね、あの子ね。あの人ね、観光地の萩川くんね、さすがだよな、ね、結婚したんだよな、あれね。萩川明子だっけ、あれな、あれね、いたよね、あれね。あれ驚いたね、さすが。やっぱね、放送作家とタレントか、ね、そう。放送作家とタレントの組み合わせね、あれね、萩川さんね。マグロが大気、魚につけて。ね、リスナーならわかるよね。秋川修一ね。ね、魚へんつけて。マルゴは、マグロが大気だったな、あれ。懐かしいな。ね、マグロが。ああ、思い出すな。でも、観光地シアター見に行ったもんな、あれ、ほんと。2回ぐらい行ったかな、観光地シアター2回ぐらい。2回行った。あ、おすましも2回ぐらい行ったことある。見に行ったもんな。今やってないだろうな、もう。だってあれ、新宿駒込で立て直したいと思うんで。あれ、前の駒込市場のとこの地下にあったのがシアターアップルだもんな。そこずっとやってたんだよ、あれ。小坂さんがおすましでしょ。で、その後やって、関根さんの観光地シアターか。
今どうや、今はわかんないの、ね、やってんの、やってないのかな、もう。うん、よかった。ああ、面白かったな、あれ。シアターアップルもうないもんな、あれね。うん、あれも、新宿コマを立て直すんでなくなったと思うんだ、あれ。じゃあ、もう一本。じゃあ、ホッピー、2本目いこうかな。2本目、残りのハッピー入れて。じゃあ、もう、じゃあ、持ってきます。残りの、もう1本ホッピー。今度は通常ホッピーで、通常ホッピーで。はい、乾杯。で、聞こえもう上げたやつ。うん。あ、うあの頃、ほんと僕、高校の頃の小崎が良かった、あれ。週2回あったからね、あの頃が一番考えたの。今思うと、すごかったね、あの頃。僕、ちょうど高校の頃、水曜深夜と土曜深夜で、2回あったからだし、あれ嬉しかったね。水曜深夜と土曜深夜。小崎の老看護が土曜で、水曜が、スーパージャンク。昔は、僕の高校の頃スーパージャンクっていう深夜枠だったんだな、この。スーパージャンク。面白いな。スーパージャンクの頃はさ、オープニングがルー大柴でね、思い出すね。ルー大柴の小ネタ芝居があってさ、その後メインの小崎でね。ああ、面白かったな、あれも。今思うと、本当に懐かしくて面白いな、あれ。ルー大柴のパックインミュージックがあった後、小崎の本編があってね。ああ、思い出す。面白かった。いい思い出だよ。あ、こんばんは。じゃあ、ちくわ投げたやつね。あとシューマイ、あと2つだ。今日ホッピーね、焼酎のホッピー割りで。うん、月を感じるよな、あれね。小崎のこと思うとね。
そうだ、まだ。もう中学か高校だっけ、あの頃、最初。最初、関根麻里ちゃんが3歳とかだったからね、最初はね。もうあの子はもう30過ぎだもんな。あの子もね、早いな。もうね。関根さんの娘ね。よく3歳秋でやってたんだよな、あれで。あの娘はもう30過ぎちゃったからね。早いよな、ほんと。あ、うまい。これでおしまい。シューマイもおいしくいただきました。もうずっと10代の頃は小崎に住んでたんで、ずっと小崎だった。ああ、面白かった、あれ。あの頃で小崎のおかげで僕は歌うヘッドライトを聴いた感じだ、あれ。高校の頃はね、夜中の1時から3時の小崎に聴いた後、その週ね、水曜深夜から木曜か。歌うヘッドライトを聴いたのな、あれ。歌うヘッドライト聞いて、ああ懐かしいな、ほんとな。そう、ずっと聞いた、そうよ、ずっとそう。小崎、一番最初は僕、小崎じゃない、一番最初僕ってか中学生かな、公開放送で初めて行ったのはね、小崎じゃないから、野添新平のやつだ、日曜日のやつ。ぶっつけてた。面白かったな、あれ。あの頃は、ね、そうね、野添新平さんが、もう、まだもうだいぶ、もう、表出ないけど、野添新平さん、ね。参勤人でさ、税金庁とかでやつでした、あの人。あの人、僕はね、中学ぐらいの頃ね、TBS で、今、爆笑問題になってる時間かな、あの時間帯、やってたんだよ、ラジオ。ね。相沢さないって女の子と。爆笑漫才がやってる時間たるでしょ、日曜日。あの時間帯でね、野添金平さんやってて、あれずっと聞いてて、僕。野添金平さんね。ちょうどあの頃、売り上げ税が廃案になった頃かな、あれ。ああ、思い出すな。野添さん一応正義に足突っ込んでたからさ、あれでも社会に興味持ったんだよな、野添金平さんが企画で。あの人が正義、参議院議員が出てたから、あの人。野添さんね。ああ、面白かった。でもまさにあの頃かもしんないな。そう、野添さんに聞いてたちょっと後ぐらいでさ、もう死んじゃったけどさ、北尾浩二さんがさ、ね、ある年の大晦日、ね。キャンコひっくり返してさ、部屋を出奔したって、あれ、大事件があったんだよね、あれ。思い出すんだ、ちょうどあの頃の、だと思う、もう中学、高校の頃かな、北浩二さんいたよね、あれ。立浪部屋だっけ、あれ。ね。大晦日の日にさ、キャンコ鍋をひっくり返してさ、部屋を出奔するっていうニュースあったよね、あれね。思い出すね、あれね。もう、北尾さん死んじゃったもんね、あの人ね。北尾浩二か。ああ、でもあの人かわいそうだよな、あれな。調子、ね。一回も優勝せずに横綱になっちゃった。あれがまずかったよな、あれ。ねえ。しょうがないね。北尾浩二。あれ、死んだから北尾って。いつでも優勝せずに横綱になっちゃった人。千代の富士の一人横綱の頃でさ、いなかった、それもあってね。北尾、身長も結構上、2メートル近い身長で結構体もでかくてさ。ね、
思い出すね。北は本名でさ、で横綱って双子になったんだ。俺は歌で聴いてたところね、ラジオも聴いてた。で、フレちゃんっていうの言ったフレちゃんで、タコーさん行ったのもね、そのフレちゃんでタコーさんだから、あれが初めてなんだ、あれ。タコーン行ったの。思い出すな。フレちゃんか、フレアキャンペーンってやつね。ラジオも定期的にフレアキャンペーンって言ってね、いろいろ各地を言ってたんだよね、それで。で、高尾山があったの。もう高尾山が初めて、あれが来てる高尾山初めて行ったんだっけな、あれ。佐藤ひろみさんね、思い出すな。大橋輝子さんも知らない、その方が知らない。佐藤ひろみさんから聞いた僕。最初はラジオ名はさ、大橋輝子さんだけど、その頃は全然知らなかった。これ、ホッピー。焼酎のホッピー割りです。ホッピー割り。ホッピー割りです。これホッピー割り。わかった。焼酎のホッピー割り。僕も大好きだったからね、あれ。TBS ではね、日曜の0時半だっけね、やったんだよね。日曜の0時半。ねえ、0時半。今、高見沢さんの6番やってる、あの時間帯か。ねえ、その日曜の0時半だと思う。そうだよね、確か。0時半。そう。あれ、あの子、ラジアミのところやってんのか、あれ。まだ今もやっている、あれ。なんだっけ、東京ブギーナイト。はい。林原めぐみ。長いね、あれ。さすが、あの子、声優系だからさ、バックがしっかりしてっからね、もうまだやってるよ、あれ。林原めぐみの東京ブギーナイト。あれ、斎藤ひろみさんの、あれ、ラジオの頃やってんだもんな、あれ。で、今もやってんだもんな、あれね。東京ブギーナイトね。さすが、バックがしっかりしてっからね、あれね。声優系のってさ、ちゃんと声優の団体さんってバックでやってからさ、続く流れになるね、ある程度あるんだ、あれ。林原めぐみ。だから、林原が結構年だよ、あれね。まあ、中学高校の頃がやってんだもんな、あれ。結構、もう声は変わんないけどね。林原めぐみさん、結構年食ってると思うよ、あれ。あの頃からずっとやってんだもんな、あれ。もう30少なく認めたら30年以上やってんだもんな、あれ。結構年だよな、あれ。喋り手はね、やっぱすごいわかんない。声だけだからね。そう、喋り手。遠藤靖子さんもそうだ、遠藤靖子さん、あれ。あの人、僕小学生か中学くらいから喋ってるもんな、あれ。かなり年だから、ね、遠藤靖子さん。今も森本さんの相手やってるけどさ、朝の番組ね、遠藤靖子さん。あの人、朝の番組は鈴木潤さんの頃やってから、森本さんの前の鈴木潤さんの婚活トーストの時からやってから、あれ。結構年食ってんだよね、あれね。どうね、お喜びしましょうか。そうか。大沢友里さんね、そうね。まぶしさんもついにね、月初の、今ついに土曜日の 最終週になっちゃったな、あれね。UU1 の頃はさ、平日の帯だったけどさ、今、ナイトの時間帯だっけ、あの番組の、最後の週になっちゃったね。まあ、しょうがないね。年だもんな、あの人もな。まむしさんも。今、TBS ってなんだろうな。今僕 TBS で毎日来てるの朝の番組だな、生島さん。でも将来的に言ったら TBS ラジオ、富山エリさんに期待するね。なかなか富山さん面白いぞ、あの人。喋り手としては。富山エリさん。将来的にはさ、富山さんをさ、生島さんのあれ、
あの枠、いいんじゃねえか。エグゼムさんも60、70近いからな。うん。どうかな、女の子だからな。でも、TBS ラジオずっと聞いてる人は分かると思うんだ。うん、いいよね。少しずつ、喋りとも育ってる感じがして。これからの TBS ラジオの喋り手は、ね、富山有さんだと思う。まだあの子40代だから、まだ40代。面白いし、あの子、面白い。富山有。文化放送は聞かない、僕。全然知らねえ、僕、文化放送。わかんねえや、文化放送。ね。宗教系だからだ、そこはね。文化って名の通り。なんだっけ。ね。あれ、そうだ、確か。株主がさ、大株主が宗教系だからね、文化放送は。だから前のさ、今、あれ、なんかあれ、前の吉田の局長はさ、あれ、教会だもんね、見ればわかるけどね、あそこね。キリスト教系だから、あそこ、文化放送は。大スポン、あれなんだっけ、大株主がね、うん、ずっとあれはできた時から変わんない、会食の時から変わらず、宗教団体だから、その文化放送ね。日本語でもほとんど聞かないね、うん。少しは聞くのは知ってくね、でもほとんど聞かないね。まあ、ラジオ出してさ、どんな番組か知ってるけど、うん。お昼、日本放送は3人気番組で続いてるので、お昼の番組で、高田文夫がやってるラジオビバリーヒルズ、そういうのがあるの知ってるよ。聞いたことない。ラジオビバリーヒルズっていうのが日本放送やってんだよね。松本明子とか清水ミチコがアシスタントで、とか、そういうのは知ってますが、聞いたことない。聞かないからね。もうずっと TBS。ラジオ、まだやってるよね、ラジオビバリーヒルズ。高田文夫さんがやってるやつだ、あれ。もう日本放送聞かねえから、怖い、わかんねえけど、多分やってると終わったって聞かねえもんな、あれ。ラジオビ。だから高田文夫さんつながりで、松村さんなんかあれ出てるみたいなね、ラジオビバリーヒルズ。松村邦洋さん。ね、まあ、日本放送も聞かない。ね、ずっと TV。だから世間ではさ、夜ワードでさ、三宅裕司がやってたじゃん、あれ。ヤングパラダイス。あの頃ももう全然聞いてもなかったから。ちょうど高校の頃か。夜ワードでさ、三宅裕司がさ、ヤンパラとかやってたけどさ、聞いたことがなかった、一回もない。ずっと TBS なんで。ちょうど三宅裕司がヤングパラダイスやってた頃は僕は TBS で、ハローナイト聞いて、ハローナイト。ハローナイト。荒川翔圭さんのやつね。BM はほとんど聞かないな、BM。うん、FM はほとんど聞かない。うん、TBS ばっか、TBS からね、聞けです。うん、ちょうど僕、高校の脇の頃にね、深夜便始まったんだよね、あれ。NHK でし。NHK ラジオ第一でさ、深夜放送で深夜便がさ。あれ、深夜便も意外と面白い深夜便。この間も言ったけどね、結構面白い深夜便。深夜便は面白いね。あ、もうずっと続いてるもんだ、あれね。そうね、あの日本放送元気、その日本放送が元気だった頃ですね。日本放送元気だったあの頃ね。あの元気だったね、日本放送はね。あと深夜ではさ、あの頃の深夜ではオールナイトニッポンでウッチャンナンチャンがやっててさ、その番組内で10回クイズあったんでしょ？で、10回クイズ。あったね。確かに10回クイズ。あれ確かうっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンから出たと思うんだ、あれ。あ
あ、結構社会的に話題だったもんね。10回クイズって。まあ、高校から20歳ぐらいの頃かな、あれ。10回クイズって。まあ、聞いたことなかったけどね、うちのおちゃんは。まあ、でも有名だったら知ってるけどね、あれ。ねえ。あれ。10回クイズあったよね、あの頃ね。あの頃日本放送の転換で、今は違うけどね。どんなのってなんだよ、わかんない。どんなのって。あれだもんね。クイズ山さんだもんね。10回クイズっていうのは。なんだっけ。ピザって10回って言ってさ、で、手はず、これは何って言うとね、あれ、ああいうやつだね。ピザって10回言ってごらんって言って、これは何って言うと、でも、ピザの延長線上、ピザって1回言っても指示なんだよね、あれ。そうやつね、あれ、10回クイズって。ね。今は聞かないです、今は知るわね、聞けない。ね、今は聞いてない、全然。昼間は聞けねえ、ラジオはな。仕事に行ってからな。昼は聞かないな、全然ね。しょうがないね。あ、朝だけ、僕朝。朝の生島さんの時間帯だけだ。あれは楽しみでね、朝、毎朝。そう、10回クイズですね、10回クイズ。あ、最後、うっちゃんなんちゃんの番、オールナイトニッポンで有名になったやつね、あれね。10回クイズ。あ、懐かしいな。まあ、このようにラジオが出せてね、今、言うね。今夜もね、この後ラジオ聞こうかな。もうこの時間だからね、TBS はね、あれだ。あれ、おしぼり聞くのが終わる頃かな。まあ、だって TBS は聞いてる。でも夜はな、やっぱりね、TBS ラジオね、いや、集中中継なくなってさ、歌丸がやってから、どうもダメだ、歌丸、あの人。もうついてくるね。あの人音楽系、ラッパーだからさ、音楽系だからさ、あんま僕と、接点がなくてな、聞いて、なんか面白いと思えねえんだよな、歌丸さんはな。まあ喋りは面白いと思うけどさ、あの人音楽系でさ、僕とはあんま離れすぎててさ、あ、ダメ、でもしょうがない、ね、今ずっとあの人、歌丸さん TBS を押してるからな。僕にちょっと合うな、あの人、歌丸さん。歌丸ってあれですね、あれ、ライムスターの人ね。あれ、落語家の歌丸さんも死んでるからね、あれね。ラジオだ。夜は本当に、夜はずっとね、継続しても聞いてねえよ。高校生ぐらいまで聞いてたの、夜は。今仕事行く前に朝聞いてるだけで。よかったね、開幕6分。1ヶ月後か。入れないよな。でもよかったよかった。プロ野球終わるんだ。6月だったでしょ、ほんと今年はどう、試合数どうなんだろうな。少なく。まあしょうがないね、今年はね。それはね、そうやってね、そう。あれも面白いけどさ、なんだあれ。うちわで盛り上がってとかいうの、あの番組作り。あれも、東京ポッドちょこちょこ面白いとこあるけど、ちょっとうちわだけで盛り上がってる傾向あるからな。あれちょっと、まあ、あの辺はちょっとね、ついていけないね。東京ポッドちょこちょこって。あ、今のはさ、夜間とか深夜帯の番組全般言えるよね。うちで盛り上がっててさ。だからさ、ずっと聞いてない人間聞いてもわかんねえんだ。ついていけねえんだ、あれ。うん。
しょうがないね。まあいっぱいあるからさ、ラジオはさ、テレビと違ってラジオチャンネルいっぱいあるからさ、つまんだから他の回せばいいし、今はさ NHK があるからさ、僕は中学生とか本当高校前はさ NHK は深夜なかったから、今は深夜便があるからさ、 NHK は結構面白いよ、あんたね。うちまでたて盛り上がってるさ、民放のラジオが嫌な人はさ、深夜便聞くのもいいと思うよ、あれ。面白いから、あれ。いいよ、来れる人はどうぞ。来れる人はどうぞ。今度の土日行こうも、今度の土日行こうね。奥多摩行くぞ。奥多摩行こう。天候も良さそうだもんね。奥多摩テントワーク行くぞ。久々テントワーク行くぞ。ね、今度ギアトップに持って。泊まり一泊する土日なんだって。一泊したいと思うよ、一泊。うん。僕はテントワークしたくてね、奥多摩行くようになったからさ。もうこう僕みたいなのもいいんだよ、ほんと。天童がしたくて。あれ、なんで今、あれ。カホちゃんなんかはさ、もともとは山、登山だけどね。ね、だから天童があんまりしたことないんだよ。僕は天童したくて、山登り始めたからね。なので今度行くぞ。もう今度は大丈夫だ。うん、どうせ、一生の中で登山、県はまたがないしね、都内だしね、一応ね、どう考えても。雲取りだったらさ、あれ、山梨に入ることもあるけど、一応ね、だったら、まあ全然、完全都内だからね。一応ね、歩いて、高野瀬で一泊して、下山して帰ってくる、そんな感じにしたいと思うね。お盆休みは休みから連続するんで、あ、高野瀬で一泊した後、雲取りの方も行こうかなと思うけどね。楽しみだね。夏山のいいところは水場があるとこだよね。冬場はね、やっぱ水場凍っちゃってさ、とか凍結する場合があるからさ、冬場はさ。それでやっぱ山は夏だよ、ほんと。冬場の場合はさ、水場は凍結可能性もあるんで、水を下から凍ってとか担いでいくってこともよく考えないといけないからさ。でも夏場はその必要ないのが楽な言い訳ね、夏場は。水がないとどうしようもないもんね、あれ。夏場の登山。だから登山は夏なんですよ、水。水場が凍結してないからね。凍結しちゃったらどうしようもないもんね、あれ。奥多摩焼きです。この天気もそこそんな良くない、悪くなさそうだよね。今週はさ、明日あたりからさ、崩れてもさ、土日は多少回復するみたいなんで、そんなこと、そうこいつがこんな時間な。じゃあ今日はこの辺で終わるね。おやすみなさい。何やかんやでもう59分か、どうもね。本日はこの辺で終わります。最後はこの歌でいきます。最後はこの歌で。最後はこの歌でいこうかな。今日の最後はこの歌で締めよう。生きてない贈り物で。私からあなたへこの歌を届けよう。白い世界にたった一人の私の好きなあなたへ。年老いたあなたへこの歌を届けよう。心優しく育ててくれたお礼代わりにこの歌を知り合えたあなたにこの歌を
届けよう。今後よろしくお願いします。名刺代わりにこの歌を別れゆくあなたへこの歌を届けよう。寂しい時に歌ってほしい。遠い空からこの歌を。はい。今夜の最後はね、きっとのない贈り物でした。じゃあまたおやすみなさい。ではまた明日ね。今度残念どうもね、ありがとうね。終わります。ではまた。